街を歩いていると日本を訪れる外国の方が増えているなと実感します。2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを機にますます海外との交流は盛んになり、日本の環境は今大きく変わろうとしています。角先生、訪日外国人の方が増えていますが、病院を受診する外国人の方も増えているんでしょうか？そうですね、現在は言語対応などで受け入れ可能な施設が限られていますが、国内での滞在日数が増えると持病の悪化や不意の病のために利用される方が増えてくると思います。特に東京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西万博などのマスギャザリングイベントが開催されると、どの地域でも外国の方が緊急受診するということが起こり得ます。感染症対策の分野での皆さんの一番の関心事は、持ち込み感染症である輸入感染症への備えをどうすべきかということだと思います。そこで日本環境感染学会では、東京2020大会対策委員会を組織して、医療機関における感染症対策についての教育ビデオを作成することにいたしました。2015年には隣国の韓国において、たった1名の輸入感染事例をきっかけに186名の患者さんが主に医療施設に関連して発生しました。また国内では2015年3月にマシン排除宣言を受けてから、輸入感染事例をきっかけとした散発的な発生が後を絶ちません。これらの事例から得られた教訓を生かして、輸入感染症対策に備えていく必要があります。これまで通りでは感染症対策としては不十分ということでしょうか？いいえ、これまでの感染症対策の基本にのっとって、そしてマスギャザリングの特性を考慮するとした少しのプラスアルファだけで大丈夫のようです。マスギャザリングイベントが開催される際に、サーベランスを強化させる必要がある疾患の特性には、アウトブレイクの可能性があるもの、呼吸器感染症など感染伝播が増強されるもの、バイオテロ病原体として使われる可能性があるものなどがあります。したがって、麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症などの発生には特に留意する必要がありそうです。アウトブレイクを防ぐために、まず病院でできることとして、今回は院内感染の危険が考えられるこちらの4つのシーンを取り上げました。それぞれ専門の先生をお招きして、大東文化大学の中島先生とともにお話を伺います。